よし行くぞ本当に、ね、ちょっともう、はい、まだちょっとね、先週の喜びで浮かれてたらダメですよね。いやそうです ね、 ね、ちょっと余韻がまだあるんですけどね。ちょっとここはね、あの明後日で、はい、もう緩みましょう。そうですね、もうね、今宵はでも盛り上がってまいりますよ。皆さん見ていただいておりますか。どうも大変正彦です、よろしくお願いします。さあ制限の今からスタートということなんですけれども、はい、ここに来て一番盛り上がるようになりましたね、本当にね。そうですね、今までちょっともう今日は振り返りしないよとかいろんなこと言ってきましたけどもう今日はね、皆さんもね、たくさんの方がね見てくれてると思います。いろんなコメントまたお寄せいただきたいと思います。さあそして解説はもちろんこの方です。はい、制限カナダアンバサダーの辻尾慎二です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、笑顔でおでこがテカってるね、はい、本当にね。さあそして応援サポーターはこちら、はい、北陸アイドル部のアクティブガールタツこと辰巳みくるです。お願いします、はい、お願いします。ね、1年間このジャージ洗いませんでした。洗ってますよ。しませんでした。洗ってます。洗ってますか。さあもうね、はい、ちょっともうそれなんていうんですか、ああいうやられ方とかをなんか結構僕見てきた感じがするんですけども、うんうん、やっぱホームであれはもう涙でしたね。いやあんなことあるんですね、本当に。だから絶対だからもう神様見てるんですよ、はい、西武のホーム最終戦はね、本当何かありますよね。何かありますよ ね、 すね。あ、これでなかったやん。そうなんですよ、もう定期公演でそうやライブとかぶっちゃってて、これそうやね、はい、グッズ担当の女と、はい、そしてタッシーが暗く MC やってたよ、本当。ありがとうございます、はい、ね、本当に、はい、でもあの後動画で見たでしょ。もちろんもちろん、ね、帰りの車で、うん、もうまっぱぱんばばっちり見ました。まっぱんばばっちり見ました。もう大買ってるって分かってるんですけど、もうなんていうの、大興奮、そうなんかもうすごい。でその時に、はい、定期公演終わった後でみんなチェックするでしょ、はいはいはい、身内で買ってるっていうのを知った瞬間、こう、はい、みんなで喜んだよ。みんなで喜びましたよ、マジで。はい、わ、買ってるよって、もうなんかスタッフさんにも制限買ったやんって言われるくらい。ライブ中に、え、ライブ終わってからなんですけど、ね、言われるくらい、もうなんかみんな一緒に盛り上がってましたね。いやもうね、はい、買ったって分かったらもう動画見たくてしゃあないもんね、うん、はい、そして佐久田選手の引退セレモニー、はい、もうこれもなんか巡り合わせがなんかあるような感じなんですよね、うん、そうですね、まあ、筑波のね、うん、大学の後輩の瀬戸さんにとって、そうですよね、はい、もうなんかもらっちゃった涙を、はい、グッとくるもありましたね。いや、それでね、あの時って結構暖かかったじゃないですか、うん、日中は、はい、本当になんかいいなと思ったら、グッとこう試合終わって買ってセレモニーに入るっていう時に気温がゴーンと下がったんですよ、はい、そうなったら僕近いじゃないですか、はいはいはい、その時やっぱりセレモニーやからシーンとしてるでしょ、うんうん、口固まってきて噛むん違うかなと思って大事なところ、マスクずっとしてて、うん、その時に僕ずっと口わからないですからね、ずっとこれ動かしてて、ほんで佐久田選手 の、うん、皆さんに対するメッセージをね、はい、言ってる間に、うん、もうこの眼鏡の下の涙が、はい、なんかたらっと、どうでした、なんか熱くなるもんなかったですか。めちゃくちゃありましたね。奥さんからのメッセージがちょっともうグッとくるものありましたよね。あれはどうですか、皆さんもやられたの違いますか、うん、ね、あれもだから勝ってで、ね、佐久間選手の感動もあったということなんですけども、うん、はい、今日はねじっくりとその辺やりますからね、はい、長いよ今日多分、はい、で聞いたところによると VTR 長いシーンですよね、うん、でもそれだけ見てほしいっていうものがありますから、はい、編集するのもだるかったと思いますよね、元もうだからもう全部見てもらおうという、はい、そういう思いだと思います。さあそして今日は天の声さんは名前が出る方かな、ね、どなたかな、どなたでしょうか今日の天の声さん。はい、こんばんは、今日もよろしくお願いします。はい、ださちって書いてある、はい、ださちって書いてあるねはい、お願いします。はい、今日もですね、皆さんからすごくたくさん本当に嬉しかったとかっていうポジティブなコメントも早速たくさん来てまして、ありがとうございます。で中でもちょっとこれはぜひ紹介したい、うん、サッカー大好き男モンテディオ山形サポーターの方から、こんばんは、金沢との試合では瀬沼選手に恩返し弾を2回も食らってしまいました、うん、山形在籍時にアディショナルタイムの男と呼ばれていましたが、その本領を発揮した瀬沼選手、さすがでした、うん、あのサッカーならきっと京都にも勝てると思いますと、激励のお言葉いただきました。はい、ありがとうございました。今日も嬉しいですね、山形サポーターの方で見てくれてる方がいるっていうのも、うんうん、
なんか悔しいじゃないですか、やっぱりこうね、はい、あの大津江家に負けたっていう思いですけれども、うん、やっぱ瀬沼選手が、うん、まあね、山形にいたっていう思いもありますし、それでね、うん、ちょっとありがとうございます、本当にありがとうございます。いや、もうあのその分もやっぱり最終戦も結果残さんと意味がないんで、はい、勝ってしっかり締めくくりたいと思います。ありがとうございます。はい、その他にもありますか。あ、その他にもたくさんあります、うん、本当に、まあ、前節は感動&感動でしたとか、太平さん、佐久さんのセレモニーの時の涙にはもらい泣きしましたとか、うんうん、あとはそうですね、あ、前回の放送は心が折れて見れませんでした、ええ、けど速攻元気になりましたと、はい、あの、皆さん本当にね、チャットの内容がとても明るいので、今日、はい、皆さんどしどしこちら流してもらえればと思います。いいです、今日ね、あのチャットの読み上げの時間も長くていいですからね、はい、もう全然遠慮しないでくださいよ、ハイダさん、ハイダさん、名前出てるからな、サッカーもお願いします。はい、わかりました、お願いします。さあ、それではね、どうでしょう、早速振り返り、そうですね、言っちゃいます、はい、今日もスローで言っちゃいます。いや、内容わからない。さあ、それでは見ていただきましょう、山形戦の振り返り。さあ、これ前半ですよね、この辺りの距離感も非常に良かったですね。良かったんですよね、本当に良かった。島田選手のフォワードは効いてましたね、うん、ここまで。まあ、ちょっとこれね、跳ね返りの部分でしたから、うん、で後半立ち上がりのところですね、これは危なかった、うん、ゴール前でもう一度ビニシウス・アラウジョ、ほら、枠いってますよね、よく耐えましたね、集中がすごかった、ここ、これ見込みでよ、さあ早いリスター、ここは千賀選手から、うん、ここよ、ここでもらってんのよ、もう千賀選手、ここのドリブルはいいですよね、これすごいですよね、はい、で相手引きつけておいて、そのまま入っていって、うん、これ見事、いやー、素晴らしい、何度見ても何回見てもいいですよ、これ、これはもうドリハラがすごい、ミコも逆サイドの上がり間に合わないかなと思ったんですけど、左の大石選手冷静に、これ大石選手のこのね、クロスも素敵、素晴らしいですね、ギリギリのとこ狙ってましたよね、自分で行くっていう判断ももちろんあったと思うんですけど、途中出場してからもう時間回らないでしょ、そうですね、瀬沼選手の見事な、もうあのですね、うわー、いやー、素敵、見事ですね、中に送る、うん、パンチング、こぼれ球、釜山、拾って、これや、ここ怖いとこ、山田交代、右足、山田選手うまいですよね、ちょっとタイミングずらされましたね、でもね、ここで諦めない、こぼれて、これ、ここ懸命のクリア、これよ、そして前線には瀬沼、頭で落とした、早い、ここで中にクッと入ってるのが分かりますよね、いやこれ、この1対1も、ね、簡単じゃないですからね、でもこれだって92分ですもん、もう残り1分切ってるんですよ、これだいぶ練習したでしょうね、いや、すごいってこれ、すごい、まあ、山田選手との駆け引きの中で瀬沼選手が勝って、自ら組み切る力もね、冷静でしたね、ここね、選手もちょっとファウルしそうかなと思いましたけど、最初のところは ね、手引っ張ってるんですけどね、我慢しましたね、ここで試合終了、大きな大きな勝ち星をつかみました、津江源金沢、この時にね、藤森選手チーム全員で取ったゴールだと思ってもね、涙がね次の試合、あのまたいい準備をして、あの勝って残留を決められるように、またみんなで協力してやっていきたいなと思います。声が出せない中、本当にあの雰囲気で、あとメッセージをロッカーに貼ってくださったり、バスをあの太鼓を叩いて待ってくれたり、そういうのはちゃんと選手に届いてるんで、こういう厳しい試合、自分たちの方にゲームを持ってこいだと思うので、次の試合アウェイになりますけど、あの一緒に戦っているってちゃんと心には届いてるので、あのみんなでまた一緒に戦いましょう。ここに来てですよ、もうあのね、コメントの仕様が、うん、なんていうんですかね、神がかってるとか、うん、奇跡とか、うん、そうなんかなんか口にポロッと出てしまうんですよね、うん、だってあの時にね、1点取られた後、またかよって思いされた方がたくさんいたと思うんですよ、うん、はい、で今日もこれが引き分けか、もしくはひっくり返せるんじゃないかっていう思いで、うん、そのスタジアムで見てた方いると思うんですけど、うん、諦めてなかったのは選手たち、うん、コーチ監督ですね、はい、申し訳ないですよ、ちょっとその部分を諦めかけてた自分がいたっていうのが、そうですね、はい、本当に僕もまあ最悪引き分けでもいいかなと思いましたけどね、そこからこう
立ち向かった選手って本当すごいですよね。すごいですよ、うん、であの今日もねあのツイゲン TV で瀬沼選手インタビューしたんですけども、はいはいはい、あれめちゃくちゃ聞いてるんですよ、はい、ほんであの本当にいろいろなことを聞いたんですけども、瀬沼選手は本当にこの得点っていうのもチームの得点であって、うん、練習してきたんですって、うん、やっぱカウンターの、うん、ゴールキーパーから受け取ってやったじゃないですか、うんはいはい、あれももう本当練習通りなんですって。すごいですね。そうだからこういう守り方になると思う。ただそこから、うん、やっぱ攻撃を展開できるっていうのが一番いいところじゃないですか、はい、もう相手がぐーっとほとんどが上がってきてる状態で一気に攻め込むんで、うんはい、これ結構すごくやってきた、うん、でねその時にねカメラマンがあのちょっと僕フリーですあのサッカー一緒にやってる、うんはい、あのね F 君なんですけど、はい、聞いてほしいんですよって、うん、瀬沼選手のあの時ちょっと聞いてくださいよって言われて、うん、何聞くのって言って僕カメラやってたんですよその時ね、はい、ってほんなら1点目の時は、はい、看板を2つ飛び上がっていったんですよ、はい、でもうファインター越しに感動したんですよ、はい、って言って2点目の時看板と看板の間を走っていったんですよで2つ目の看板腰をなんか飛んでいったんですよ、はい、なんであれ看板と看板の間を通ったか聞いてくださいって言ってしょうもないこと聞かせないやと思ったんですけど本人に聞いたんですよ、はい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 、本人もうしゃあないなって聞いたんですけど、はいはい、やっぱり足来てるんですって飛ぶのしんどかったんですね。なるほど。もうだから万が一それ飛んでこけ、はい、たりとか、はい、怪我するっていうのはね、うん、もう大変やろ、はい、だからでも2段目行くときに2段目はあ隙もないわ思ってで飛んだらしい。なるほどまあ、あんだけ走ってますからね。そうですね。そういうところに気づいてるサポーターはそんなにいないと思うのにそこを見てるカメラマンさすがですね。ちょっとさすがです、まあ、さすがやね見るところが、はい、いやでももうあの点を取った時に一番にサポーターのところ、うん、もうゴール裏に走っていくっていうのをもうあれ決めてたよりも体がそうさせるんでしょうね、うんうん、そうでしょうね。あのガッツポーズも同じでしたもんね。もうね興奮してたんでしょうね多分。こうなんかこううわーってね、うん、ラオウみたいなやってましたね。めちゃくちゃかっこいいわ、ね、やっぱりその先ほどねあの辻尾君言ってましたけども大学の先輩にこう勝利を届けるんだ、はいはい、1点2点差をつけて250試合というのをホームでしてほしいという思いがこうもさせたんじゃないんですかね。いやこれどうですか、はい、なんかこの勢いやったらちょっといけるような。いや京都にも行けそうです ね、はいねはい、さあどうですか今日あの解説シーンとかは。今日は解説シーンはもう特にないので瀬沼選手の2ゴールをもう一度。瀬沼選手の報道飛ぶところもね、はい、これもちょっと見てね。見ましょう見ましょう。さあ出るかな。お疲れです。お疲れです。シーズン前のキャンプ。あ、大学の先輩後輩シャブルユージで。本当や。ほんまや。ユージユージです。ユージユージです。ユージユージのエレベーターです。はい、筑波大学のゆうじゆうじです。どうぞ先輩お先に行ってくださいそんなこと言わんやん。いつもそんなこと言わんやん。巻いてくれ。さあここキャッチ。そうですよ。この後藤選手の判断もいいですよね。瀬沼が要求した。この後のドリブルですよね。早い。慌てて出さずに一人引きつけといて、そのままゴールに入っていく。うん、でここでまた絶妙なタイミングですよね。全部が絶妙です。あ、これ飛ぶよ。これ飛んだ。飛んだ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 。結構ギリでしたね。ギリギリ。危ない。われわれ怖いよ本当。冷静に見てここも大石選手冷静でしたよね。これ素晴らしい。これはギリギリのとこ狙ってましたよね。自分で行くっていう判断ももちろんあったと思うんですけど、うん、ここは中野君をしっかり信じてね。ですよね。もう最高。最後は選手の見事なダビングエットですね。南から中こぼれて、これもねここね、懸命のクリア。うん、そして入れ替わるタイミングいいですよね。でこのあと前にこのあとキュッて前に入ったのがいいですよね。ほら、でこのあと、はい、このあと隙間を見つけてゴール。見つけましたね。でもないじゃないんだ。本当だ。なかった。これすごい。ここはね、すごいですね。前山田選手との駆け引きの中で瀬沼選手が勝って自ら組み切る力もね冷静でしたよね。ここね慌てる場面だと思うんですけど。いやまだまだ見たい。何回でも見れますね。何回でも見たい。いいですね。いやでもこの勢い
ここに来てドラマを作ってくれますね、はい、うちのチームは。本当に、はい、これあれよ、はい、買ったの分かって見て嬉しいやろうけど、はい、我々ハラハラドキドキして分かんちゃうかと思って、うん、こんな状態で見た時この本当にリアルタイムのね、思わず皆さん叫びましたよね、あれはもう、声出しちゃあかんけど。そう、次の日、はい、取材に行ったんですよ、ゼーゲン TV、そこで瀬沼選手のインタビューを撮ったんですけど、はい、でその時に、ね、終わった後に、うん、白井選手が、はい、まあ、ちょっと今、うん、別メニューで、はい、外に自転車バイクを出して、うん、バイクをずっと漕いでたんですよ、うん、で30分間漕がなあかんからっていうので、大江さん30分退屈やから話しましょうよって言ってで自転車漕ぎながら僕もちょっと喋ってたんですけど、はい、そしたら言われたのが、はい、2点目のゴールの時涙声になってましたよ確かになってました。いや確かあの時本当なってた、うん、と思う、うん、いやでもそれぐらいなんかもうね、いいものにしてもらいましたね。ちょっといいものをホームで見させていただきました、はい、じゃこの喜びをねなくさないためにも次絶対に勝利をしましょうね、はいはい、そうですね。さあちょっとなんか動きがあったみたいですよ、はい、ハイダさん。はい、実はですねもう早速スパチャをいただいております。ありがとうございます。はい、平健さんで2人の友人に感謝を込めてっていうコメントと、あとパチガラスさんから、はい、カウンターアーティストセヌということで力強くいただいております。ありがとうございます。であとですね今日は、うん、私が担当してた中でなのか、うん、史上一番なのかすごくたくさんの方から視聴していただいてて、まあ、チャットもすごく多いんですよ。お、そうなんですか。そうなんです。本当に皆さんたくさんコメントいただいてるので、はい、また随時紹介していきます。すごいじゃないか、いつもの倍ぐらい。そう、318名の方今、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれ時間帯の中でちょっと400目指しましょうか、はい、そうですね、もう皆さん見ながらね、はい、もう一台電話持ってる人はねちょっと見てっていう電話、はい、あお願いします。いやー嬉しいな。他にも来てます、紹介してくださいね、メッセージも。はい、はい、本当たくさん来てて、もう追っかけきれないぐらいなんですけれども、そうですね、まあ本当瞬間周りの人たちみんな決めろ決めてくれって声出てたわとか、カウンターであそこにいた瀬沼、仲間を信じて守備に入らず守待っていてそのまま高速カウンターということで、本当に興奮を語っていただいている方々ですとか、まあ、現地は今季一番の盛り上がりでしたよねということとか、はい、周りみんなエアーハイタッチしてたと、はい、ルールを守って、はい、いや本来だったらもう抱き合いたいし声出したいところなんですけれども、これはじゃあもう来シーズンにね持ち越しということで、はい、これでもね、まあ、瀬沼選手決めた瀬沼選手それはやっぱ素晴らしいです、はい、ただ瀬沼選手を前線に残してて、うん、もう瀬沼に出すんだという思いでずっとディフェンスを頑張ってた、やっぱりチームメートも素敵だし、であそこまでボールを左足で蹴った、はい、選手僕分からなかったんですよ、はい、あれは長峰選手ですね。長峰、ね、はい、偉い、そうなんです、大学生の、そうですね、はい、すごいですよね、やったね、さあまた動きがありましたか。はい、キトスアさんからも、はい、スーパーチャットいただきまして、はい、最後の最後まで諦めない、応援する場所は違ってもみんなの思いはただ一つ、みんなの力で京都で残留すっぞということで、はい、いただいてます。本当に残留すっぞ、はい、本当にね、いやー、ちょっと何度見ても本当にいい、ね、あと13回ぐらい見たいですね。それで終わっちゃうような感じがするんですけれども、はい、まあでもね、もう今のこの気分のまま、はい、ちょっと浮かれることなく、はい、瀬沼選手も先ほどのインタビュー言ってみました、何もまだ決まったわけではない、はい、ただこの勝利がちょっと確率を上げてくれたっていうだけに過ぎないですから、はい、だからぜひともね、もう他力本願ならず、はい、勝利で締めくくりましょうね、うん、そうですね。さあ12月5日、まあ、強豪ですけれども、はい、J1 昇格を決めた京都相手に、はい、勝利、はい、じゃあ京都の予習、はい、そうですね、行きましょう。ちょっと京都の予習行っちゃいましょう。京都は41試合残り1試合残して24勝、少し角度をつけてきた、これですね、前回大戦ですね、はい、これ前回大戦ですね、前回大戦、はいはい、さっき言っちゃいましたか、はい、前回大戦ただ、ね、結構いい試合してたんですよ ね、うん、ですよね、これもね、うん、しまったいいゲームしてたので、うん、負けはしましたけどね。さ
ここはこういうとこね、この辺りのね、あこういうとこですよ、はい、ピーター・ウタカもね抑えてましたもんね。中を見ながらには浮かせて、これ入ってたら、これが入っておけばもうね当然ですからね。最後杉浦恭平ですね。はい、さあ、まあ、じゃあ先に行っちゃいましょうかね、これね、はい、これいいゲームでしたよね、はいはいはい、そうですね、うん、もう内容的にも非常に締まったいいゲームだったし、まあ、次もチャンスあるんじゃないかなっていうところは予想できますよね、まあ、この辺りから京都は波に乗ってきてちょっと強いゲームはちょっとこうね、うん、勝てなくなってきたっていう部分はありますけれども、うん、そうですね、はい、でも前節ありますからね、可能性は十分あります、はい、さあチームスタッツ見てみましょうか、はい、うん、これはもうやっぱり上位ですね、全てが。そうですね、まあ、攻撃回数とシュート数というところですね、あとでじっくりちょっと振り返りますけど、まあ、ポゼッション率はそこまであの高くないですけれども、セットプレーからの失点多いですね。そうですね、あとは攻守の切り替えがめちゃくちゃ早い、はい、早いですか、まあ、やっぱピーター・ウタカ選手、はい、もう抜群の存在感ですからね、どこまで3年連続で20得点、わあ、このあたりの、ね、連携が京都は本当に脅威なんですよね。距離感がみんなめっちゃいいんですよね、この辺が。いやすごいですね、はい、リーグ2位の21ゴール、はい、これだってピーター・ウタカ選手は得点をもかかってるわけですから、はい、出てくるでしょうね、はい、でもそれをなんとか守らなくてはいけない、はい、これはもううちのこのディフェンス陣、はい、キャプテンを中心として、はい、頑張ってほしい、信じましょう、はい、あとは皆さんの気持ちですよ、はい、さあそして我らが杖源金沢、まあ、チームスタッツ、はい、まあ、この状況ですけれども、はい、ここで気になるところっていうのは少し変化ありましたかね。いや特に変化はないんじゃないですかね、うん、はい、また内容的にはあの山田戦の内容が持ってこれれば勝利が近くなるんじゃないですかね、うん、あの集中力があれば僕は絶対できると思います、はい、さあそしてプロ12年目、はい、まあ、杖源金沢これラストゲームになります。そうですね、何とか出場して250試合達成してほしい、うん、はい、もう彼が出る状況になってほしいですよね。なってほしいですよね、はい、だから2点ぐらいの差があるとか、はい、まあ、でも最後の最後ってもしも控えでもう出てくるんじゃないかと思いますけどね、はい、その可能性ありますよ ね、見たいですね。そして得点、はい、はい、見たいですね、見たいですさあちょっと懐かしいですよこれね、見てみましょうか。最後見たいね、見たいですね、見たいな、うん、もう8年ですか杖源金沢、すごいですね、12年のうち8年、うん、まあ、高校、まあ、地元ですからね、はい、まあ、僕もだから次どうするかっていうの全くわからないんですけどね、うん、まあ、でも第2の人生、はい、この方が長いですからね、そうですね、そこも含めてねちょっとね応援したいなと思います、はい、さあそれではちょっと予習してみますけれども、はい、京都41試合終えて24勝11分け6敗、はい、勝ち点83で2という、うん、はい、だからもう京都は1位もなければ3位もないんですよ、そうですね、もう2位確定なんです、はい、J1 も決まっております、はい、通算対戦成績は3勝4分け4敗ということで、はい、そんなに激負けしてるわけじゃないんですよね。そうですね、今、うん、あの相性で言うと動画見ていただきましたけれども、はい、あのいい試合してます、はい、決してあの勝てないチームではないんですよね。そうですね、はい、さあそんな中ですよ、はい、ちょっとあのボードでじっくり、はい、見てみますか、京都のところを見たいと思います、はい、前回のねあの千葉との試合をじっくり見たんですけれども、はい、まあ、なんといっても、まあ、トップのね宇高選手ですね、はいはい、もうここがねまず一つの大きなキーポイントですね、うんうん、まあ、時にはこういうとこ降りてきてボール引き出したりとか、はい、まあ、ディフェンスラインの穴があると背後に飛び出したり、うんうん、まあ、あとは無理のボールでもね収まるので、はい、あのそこは本当に要注意したいところです、はい、あとは、この、4-3-3 なんですけれども、この5人の距離感が非常にいいんですよね、なのでこう
当てて3人目で入ってくるとか、うん、こっちに当てといてこっちの選手が入ってくるとかっていう、こう人が流動的に入ってくるので、そこは非常に注意したいと思います。なるほど。でボールを奪われた時、京都からしたら奪われた時ですね、うん、ここの切り替えがめちゃくちゃ早いです。これは多分リーグナンバーワンです。これはでここを制限は一つどう回避するのかっていうのが多分試合の大きなポイントになる。そこで取られると得点失点する場合多いですもんね。ショートカウンターが非常に多いので、ここで取られるとまた攻撃できますし、逆に1個2個ここら辺で、まあこの前は島田選手がね、あのキープできてましたけれども、こういうポイントで1個キープできると、うん、あの形ができるんじゃないかなと思います。あの今回制限金沢、はい、少しだけあのいじってきてフォワードに島田選手が入ったのが、はい、ものすごく当たったような気がしたんですけど、そうですね、島田選手はやっぱりあの状況判断ができる選手なので、ここで引き出したりとか、まあ、こういうところで穴があるとこういうところに背後出たり、ここでポイントを作ったりっていうのは非常に多かったですね。そうですよね、はい、そしてだから平松選手も、うん、もう本当にあの縦 の, このスピードっていうか、はい、このカウンターっていうのも良、ね、かったんですよね、はい、あとはこの辺の距離感も非常に良かったですし、まあ、あとは京都の特徴として左サイドバックの荻原選手ですかね、この選手がめちゃくちゃいい選手なんですけど、めちゃくちゃ攻撃的なんですよね、もうここまで上がります。なのでまあカウンターのところはやっぱりここが空いてくるので、一個つなげればここでまた起点ができるんじゃないかな、はい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 、そこも大きな注目ポイントじゃないかなと。今回はね、右のサイドハーフに力安選手が入りましたけれども、はい、あの今回はどうなるのかというところですよ ね、はい、あの島田選手がもう本当に良かったんで、はい、あそこはそのまま来るんじゃないかなって思うんですけどね、まあ、おそらくそのままの流れで行くんじゃないですか ね、そうなると力安選手が行ったそこのサイドハーフのところにもう一度大谷選手が来るっていう可能性もあるわけですか。そうですね、そこは相手のウィークを見てというところはあるかもしれないですね、よりやっぱりこう攻め込まれている時にカウンターで相手まで押し込むとなると、やっぱり大谷選手 の, このスピードっていうのは武器ですもんね。とにかくね、今の状況だったら、はい、僕はとにかく守る時間は長いと思いますよ、はい、でも集中力欠けてません。そうですね、だからもう抑えて抑えて、うん、そして、はい、勝つ、はい、そういうのを信じてね、はい、そしてもうね、笑顔でシーズン終わりたい、はい、さあ、そうですね、またなんか動きありましたよ。はい、めちゃくちゃ動きがあります。、はい、まずマーセルさんから、はい、あのスパチャをいただきまして、ありがとうございます、はい、前節で涙は出尽くした、うん、最後は笑って終わろう絶対、うん、ということでコメントいただけてます。あの、ね、笑いますけどね、涙出てると思うんですよ。あともう一人ですね、日の出チャンネルさんから、はい、さあ行こうぜ金沢、俺たちの夢乗せて最後まで戦おうぜ、俺たちの誇りダゾーンから応援しております、ということでまたスパチャいただいております。今回は BS1 もありますからね、はい、あ、そうですね、うん、そうです、 BS とあと片町キララでもパブリックビングが、ね、はい、はい、ありますので、ぜひお越しいただければと思います、うん、以上ですか。あ、コメントもじゃあ紹介してもいいですか。いいですか、はい、はい、あのやっぱりその佐久田選手に関してのコメント多くてですね、うん、やっぱその250試合、もう絶対果たしてほしいっていう、ね、コメントだったりだとか、まあ、石川県出身で J リーグ初年度からの通営源真のレジェンド佐久っていう、うん、コメントだったりだとか、うん、まあ、あとはその京都さんとの対戦成績があんまり今まで悪くないので、 そう、それがまあどう出るかっていうところで、やっぱりそこが期待になっている方、そ う、ね、そういったコメントもありますね、はい、うん、あと、まあ、佐久田選手あと1試合サッカーを思いっきり楽しんでくださいということで、ね、はい、激励の言葉もいただいております、うんうん、いやでもなんか、うん、いいね、うん、もう本当はね、気分的にはもうちょっとこう上でも安心してみたいなって思いはありますけれども、ね、もう応援するには変わらないんですからね、はい、もうここで絶対にがっちり決めて、はい、そしてなんかサポーター同士の絆も深まる、そうですね、12月5日日曜日午後、はい、これは1時キックオフですね、午後1時キックオフですから、はい、その後 J3 は午後2時キックオフですから、うん、もう自分たちで決めましょう。そうですね、魂のサポート皆さん、はい、ぜひともよろしくお願いします。さあ以上フリー、マッチプレビューお送りいたしました、はい、さあそれではですね、先ほども予習動画でね、はい、佐久田選手のメモリアル映像入っていましたけれども、はい、まあ、今シーズン限りで引退する佐久田裕二選手の引退セレモニーの様子をクラブオリジナル映像ですよ、そちらで用意しております。楽しみ、見たい、いや声は聞こえんよ、声は聞こえんよね、見たいでしょうからですね、これ長いですから皆さん、はい、楽しみね、うん、
もうちょっと今何かこれ、ね、クラブオリジナル映像を見た瞬間に皆さんこれちょっとこれなんか撮りたいわとか、なんか録画したいわって思ってる方が見てるんじゃないですか。そうですね、後から見れるんじゃないですか。アーカイブで俺アナログ人間がそれよく分からへんでねさあ早速見てみましょう、はい、俺も見たいんです。水戸のリボックから始まり大分トリニータ、モンテビオ山形、そして青源金沢のクラブでお世話になりました。クラブ関係者の皆様、パートナーの皆様、常に応援してくれるファン、サポーターの皆様、僕をいつも応援してくれた皆様、本当にありがとうございました。青源金沢に来て、いろいろ変化がありました。J3 初年度で優勝できたこと、そして J2 昇格、残留争い、クラブハウスの建設などたくさんのことがありました。常にそこには皆さんがいました。その中で何度も心がダメになりそうなこともありましたけど、その度に何度も何度も僕を奮い立たせてくれたのは皆さんです。リリースにも書きましたが、頑張ってね、応援してるよ、次もアウェー行くね、その生の声が本当に僕の背中を押してくれました。その声がなければここまで長く続けることはできなかったと思います。本当に感謝しています。ありがとうございました。最後になりますが、今まで僕のことを応援してくれた皆様に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。絶対落とすなよ。
なんかあの三万ポーズ三万ポーズ三万ポーズはい、ありがとうございます。いや今年は一番泣いた今年一番泣いた俺もやばい。はい、皆さん今日も本当にありがとうございました。やればできるクラブだと思います僕は来シーズンからは、いませんが変わらず選手の後押しをよろしくお願いします。僕も今後は制限金沢を応援する立場としてしっかりと見届けさせていきたいと思います。まだ今後は決まってませんが少しでも力になれるようにサポートしていけたらなと思います。皆さん来シーズンもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。うるっと来たね。うるっと来ましたね。うるっと来てたよね。うるっと来ましたね。ちょっとグッと来ますね。いやーもう7分近くということなんですけれどもね、見ていただきましたけども、これね皆さんねフルバージョンありますよ。はい。うん、この後この後20時にフルバージョン公開ということで。はい。はい、これは見たいでしょうね皆さんね。見たいです。うん、もう今日はあの石川県だけはあれ違いますかね、はい、あの地上波の視聴率はガンと下がるんじゃないですかね、うん、そうですね、もう本当に、ね、こちらの方を皆さんぜひとも見ていただきたいと思いますけれども、はい、いや今もねちょっと見てたら泣けるっていう風なね、うん、あのチャットもね、うん、来てますけども、はい、どうですかね今のこのさくちゃんの動画を見てまたなんかいろいろとコメントとか来たん違います、うん、天の声さん。はい、コメントとあとスーパーチャットもまずあの来てます、はい、パチガラスさん、あの、はい、パチガラスさんからも来てまして。今ふっと来たんですか。いや違います、いや違います、あのちょっとこれ私歌った方がいいのかどうしようかな。歌ってください。いや、え歌ってください。ちょっと恥ずかしい、歌恥ずかしいんでごめんなさい。気になる。いや、ね、今日のその天の声さんはもう全然歌えるはずですよ、うん、そうですね、ステージにもアイドルとして出るわけですから、はい、懐かしい思い出です、ね、はい、お願いします。せーの、作田裕二、作田裕二、お前の力見せてやれということで、はい、はい、ありがとうございます。朝倉さんから片町キララ行きます、うん、他試合の結果なんて関係ない、勝って決めようぜ、うん、みんなで喜び分かち合いましょう、うん、ということでスパチャいただいてます。いやこれはねキララ行く人多いんじゃないかな、みんなで喜びを、ね、分かち合いたいですよね、はい、そうですね。で、うん、あとコメントも本当佐久田さんに関し選手に関して あのコメントすごく多くてですね、佐久田選手本当に感動ありがとう、金沢のために戦ってくれてありがとう、佐久田選手そして杖源金沢の選手たちみんな私たちの誇りです、うん、笑って終わろうっていうコメントだったりだとか、うん、はい、うん、あとあちょっと多くて あったあった、すいません、チームメイトも何人も涙してたのを見て、うん、佐久田選手の人柄が伺えました、うん、ということで、うん、今の映像もねなんか本当泣いてるんだろうなっていう選手、うん、何人も見かけられて、うん、いましたね、はい、後ろにね、本当にやっぱあのサポーターだけではなくて、うん、あのみんなから愛された選手だったんだなっていうのが、うん、本当ですね、はい、あとさあ俺は気合い入れて京都に乗り込むぞということで、はい、行けない方の分まで、ね、よろしくお願いします。そうですね、うん、本当に、はい、あ、はい、とりあえず以上です、はい、また後ほどお願いします、はい、視聴者数もどんどん伸びてきておりますので、うん、ええ、はい、本当ですね、すごい、すごい、4位目指せ400、はい、いやでも12年間プロを続けるっていうのは本当大変だと思いますけどもね。いやすごいですよ本当に、ね、もうずっといつでも試合に出れるような準備もしてきて、うん、はい、あの途中一度キャプテンもね、そうですね、した時期もありましたけれども、うん、本当に坂田選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。
もうみんな感動させてくれてありがとうございました。ありがとうございます。さあ、迫田選手の引退記念グッズ、はい、あるんですかね。そうなんですよ、うん、引退記念グッズの予約受付をしています、はいはい、ご予約の締め切りは12月5日、うん、日曜日の23時59分となっています、はい、なんと T シャツ、うん、ペナント、アクリルキーホルダーがあるそうです。なるほどね、はい、ぜひ杖源金沢のオンラインショップからご予約ください。お願いします。だからその残留を決めた日の、うん、夜次の日になるまでの間ね。そうですね、はい、そうです。ベッドね、はいはい、ぜひとも。さあということでね、12月5日、はい、信じて応援しましょう、はい、でも気になるのは来季3番誰がつけるのかなっていうところも ね、ちょっとつけづらいですね。つけづらくなってくるよね、これね、うん、でもその永久欠番とかそんなにないですからね、まあ、そちらの方もね、引き続く選手が多分気持ちも引き継いでくれると思います。はい、はい、さあということで、じゃあ次行っちゃいますよ、はい、いいですか、はい、次は杖源フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川。さあこちらのコーナーですよ、はい、今日は12月11日土曜日から開催される高円宮杯 U15 に出場する杖源金沢の U15 の選手インタビューをお届けします。まずは映像あります、どうぞ。どうぞ。10番ミッドフィルダーの半田幸です。自分の強み、得意なプレーは何ですか？中盤でのゲームコントロールです。課題に感じていることは何ですか？狭いサイドに行った時の逆サイドの大きなサイドチームのボールです。いや、高円宮杯本戦への意気込みをお願いします。夏のクラブユースでは悔しい思いをしたので、今回高円宮ではみんなでやる最後の公式戦なので、一戦一戦をしっかり勝って優勝できるように頑張ります。じゃあ頑張ってください。4番ディフェンダー岡本隼人です。杖源のトップ選手で好きな選手は誰ですか？広い選手です。どんなところが好きですか？ゴール前での気持ちのこもったディフェンスやキャプテンシーがあるところです。将来の夢は何ですか？杖源のトップチームに昇格して活躍して日本を代表する選手になります。じゃあ高円宮杯本戦への意気込みをお願いします。今までしてきた練習を信じて一戦一戦全力で頑張ります。ああ頑張ってほしいね、高円宮杯 U15 優勝を目指してということでね、はい、ハキハキとしたコメントもね、ありがとうございます。インタビューしてたのはあれはコーチか監督なんですかね、うん、監督ですね、あれは監督ですね、はい、もっとテンション上げていきましょう。さあ、はい、もうね、選手の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。高円宮杯 U15 は U15 世代の日本一決定戦ということで、うん、12月11日土曜日から12月27日月曜日まで全国各地で開催されます。そうなんですね、はい、選手の皆さん頑張ってください、はい、応援しています。ちなみに会場は群馬県、はい、大阪、そして山口、うん、東京という、はい、この4会場ということなんですよね。はい、そうです。皆さんもうね、楽しみながら頑張ってほしいですよね、うん、この世代というのはね、はい。さあ、そして新人戦が行われました、はい、U14 の試合結果はこれはどうでした？はい、11月28日日曜日に和倉で開催された U14 石川県クラブユース新人戦ですが、うんうん、予選の2試合を行いまして、なんと2連勝をしたということです。素晴らしい、素晴らしい、2連勝ね。はい、1試合目は12対0で圧勝、うん、そして2試合目も5対0と快勝して暫定で D ブロックの首位に立っています。え、これ決勝トーナメントっていうのはいつからになるの？うん、はい、うん、トーナメントは12月5日日曜日に準々決勝と準決勝が行われ、うん、決勝は12月11日土曜日に開催される予定となっています。あ、うん、決戦の12月ということになってきましたね。そういうことですね。あ、もう選手が12月5日に準々決勝と準決勝でしょ、うん、はい、ここはトップチームを頑張らなあかんところだからね。そうですね、ちょっと盛り上がって皆さん頑張っていただきたいと思います、はい、うん、そして U12 の全国大会は対戦相手が決まります。
りまし た, まました、はい、静岡代表、群馬代表、うん、岡山代表のチームと予選を行います、はいはい、なんと勝ち上がると決勝ラウンドに進むことができるということです、うん、去年はね、ここの決勝ラウンドに進むことができなかったから目標っていうのは決勝ラウンドに進むっていうことをね、うん、はい、U12 の皆さん言ってましたけどもね、はい、12月26日がこちらが11時30分キックオフ、はい、対戦相手が清水エスパルスですか、はい、そうです。で26日またこの時のもうすぐですね3時15分から、はい、こちらは群馬県代表のファナティコス、はい、こちらの方でと対戦があると、はい、そして翌日10月の27日に11時30分から太田 FC 岡山県代表ですね、はい、こちらと戦うということで、はい、なんとかね、はい、決勝トーナメント、夢の決勝トーナメント進んでいただきたいと思います、はい、全国大会ばっかりですね、すごいですね、すごいですね、そう、じゃあ12月10日土曜日からは、はい、U18 のプレミア参入のプレーオフ、はい、これもすごいですね、すごい、これね、勝てばプレミアで一番トップリーグですからね、そうですね、U18 の一番日本でのトップですから、うん、ここに上がるということはですよ、はい、ということは例えばもうその下のチームがいたら、うん、そこはプリンスに上がることができるっていうことですからね、はい、これはまたちょっと杖芸のレベルも上がってきますよ、はい、そこからトップにどんどんと選手が上がってくる、はい、そんな目みたいな、はい、さあトップチームの試合が終わっても皆さん楽しみいっぱいありますし、はい、このコーナーで存分にお届けしますね、はい、うん、U18 のプレミア参入プレーオフは広島で開催されます、はい、組み合わせは12月6日月曜日に発表されるそうです。さあ各年代、そう、年末に向けて、うん、まあ、大事な緊張する戦い、この大会が続きますけれども、はい、選手の皆さんね、コンディションをしっかり整えてもうね、はい、自分の実力こちら出していただきたいと思います、はい、頑張ってください。以上、つえげんフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。さあ、もう47分過ぎました。長いよ、今日すごい長いですよ、まだまだあるのよ。はい、さあ、続きましてがバラエティのコーナーいっちゃいましょう。インフォメーションコーナーです、うん、はい、まず一つ目です。ダゾン年間視聴パスの早期特典締め切り日が間近に迫っています。ダゾンといえば、まあ、つえげん金沢はもちろんですけれども、うん、世界のスポーツをね、はい、年間これ1万試合以上見ることができるんですね。はい、そうなんです。さらにつえげん金沢のサイトからご購入いただくことで一部がチームの強化費にもなります。はいはい、まあね、スポーツ好きとか通勤好きな人にはねたまりませんからね、はい、ぜひダゾンの早期特典の締め切りがこれ迫っているわけですからね。はい、そうなんです。急いでください。早期特典された方の中から抽選で、うん、なんと10名様に2021シーズンの選手が実着用ウェアをプレゼントします。もう一回言って。選手実着用、選手の方が可愛いねプレゼントします、ね、はい、選手が実際に着てたウェアがもらえるチャンスっていうのはまあそんなないですよ、うん、はい、うん、そうです、うん、早期特典は12月5日日曜日の23時59分までです、はい、申請詳細やお申し込みはつえげん金沢のホームページからご確認ください。はい、よろしくお願いします。さあさあ次は、はい、つえげん金沢 U12 のセレクションが来年の1月22日土曜日に開催されます。あ、もうそんな時期になってきたんですよね。そうですね、まあ、つえげん金沢の U12 といえば、まあ、全日本 U12 サッカー選手権大会、はい、石川県予選を2連覇している、うん、まあ、強豪ですからね。はい、そうなんです、うん、そんなつえげん金沢の U12 に入団できるのはこの機会しかありません、うん、U12 を率いるのは J1 ヴィッセル神戸に選手として所属し、その後ヴィッセルのスクールコーチを経験した伊藤監督ということですね。なんかヴィッセルってめっちゃかっこいいよヴィッセル発音が下唇を噛んでる、さすが大学生やるあの英語の、ね、英語の、はいはいはい、専攻なので、はい、このセレクションの対象年齢っていうのは何年生？はい、ですね、うん、なんと来年から、うん、来年4月から3、4、5年生になる子どもたちです、うん、ということは今の2年、3年、4年生ですね、はい、来年の4月に3年生になる子、4年生になる子、はい、5年生になる子ということ、はい、そうなんです、うん、なんとですね、来年はゴールキーパーがいないということで、伊藤監督もゴールキーパーの補強は特にしたいなとコメントされていたそうですよ。でもゴール、うん、今だからゴールキーパーになりたいっていう子って
最近ちょっとずつ増えてるっていう噂も聞きましたけど、そうですね、ヨーロッパはゴールキーパーから埋まっていくっていう話もね、そうなんですね。日本はやっぱりこのフォワードっていうところからミッドフィールダー、ディフェンダー、ゴールキーパーっていうのはどうしても最後になるんですけれども、一枠しかないところですから、まあ、そうですね、いやもうでも強いけど選手この、ね、後藤君とか、あと石井君とかも、マシュラ君は今ちょっと怪我してますけれども、もうああいうプレーを見てたらね、ちょっとゴールキーパー、はい、ゴールキーパー、お父さんお母さん、うちの子ゴールキーパーどうやろうと思う方、はい、ぜひともちょっと身長とか高かったりしたりすると、また得ですしね、今までやってなくても、初めてもいいかもしれない。あ、そうそう、そうですね、ね、そうなんですよ、特にあのフットサルのゴールキーパーなんかだったら、ハンドボールやってるゴールキーパーの人がめちゃめちゃうまかったりとかするっていうのを聞いたことありますから、さあゴールキーパーの来年3年生、はい、そして4年生5年生の方お待ちしてますよ、はい、はい、応募の締め切りは、はい、来年の1月17日月曜日の21時が締め切りになっています、はい、現在他のチームに所属しているっていう子どもたちは許諾書が必要になるなど細かい規定がありますので、気になった方は制限金沢のホームページからご確認ください。あの締め切り日がね、あの23時じゃないんですね、59分っていうの多いんですけど、これに関しては1月17日月曜日の夜9時がこれ締め切りですから、とにかく早く早くにね、まあ、気になった方はとにかくホームページ、こちらのもうね、この番組が終わった後でいいですからね、ぜひとも確認してみてください。はい、お願いします。さあもうインフォメーションまだある？はい、もう一つあります。2021シーズン報告会&ツエスタオンラインパーティーが12月9日木曜日の19時から金沢東急ホテルにて開催予定です。おー、そうなんや。はい、ええ、シーズン報告会では2021シーズンを戦った全選手と監督が出席予定となっています。あ、今映ってますね。あ、これね、はい、あ、聞いてないよ、これはまだ。え、どういうことだ。あ、聞いてます、聞いてます、聞いてます。あ、びっくりした。あ、聞いてますよ。12月9日、7時から。あ、これ1時間あるわけですね、まあ、やっとここでね、本当にあのコロナ禍で昨シーズン、そして今シーズンっていうのは選手とこう振り返るとかってなかなかできませんでしたからね、楽しみにしていただきたいと思います、はい、この時も選手って言ってやってたり、ね、ちょっとそれはダメですよ、頼みますよ、期待してますからね、これ見てる方期待してると思いますからね、広い選手って感じね。ダメダメ、怒られちゃいます、はい、さあ今年もやりますシーズン報告会、はいはい、同時にツエスタオンラインパーティーと題してライブ配信も行うということですよ、うん、あ、そうなんやね、じゃあこのオンラインパーティーは、まあ、僕とタツが司会を務めるということで、選手とのトークショーなどもあるということで、もうね、残留を決めて皆さん笑顔でね、こちらの方を見ていただきたいと思います、はい、さあホームページにてね、こちらの詳細の方を確認してみてください、はい、さあやっとここでエンディングまで来たって感じだけど、ちょっと先に天の声さん呼んでみますかね、はい、天の声さん、はい、はいはい、今のこの間にもスポチャまたいただきまして、ホリケンさん、泣いても笑っても今シーズンも残り90分、全力で後押しします、絶対大丈夫、ということで、ね、はい、力強いところでのコメントいただいてます、あとはそうですね、さっき そのアカデミーの子たちの、あの動画に関しましても、U15 の選手の皆さん頑張ってくださいとか、ユース世代も頑張ってるとか、はい、本当後押しする声をたくさんいただけております、はいはいはい、皆さん残りわずかとなってません、もっともっとたくさんチャットいただければと思います。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さあそれでは今日はね、この時間にやっちゃいます、はい、この時間にいっちゃいますよ、はい、スコア予想ということでね、もうラスト1回、はい、これはね当てたい、はい、もう選手俺2-1にしようか1-0にしようか迷った挙句に1-0にしたんですよ、うん、はぁ、ね、ほんまに当たらないですよね、これね、ほんと当たらない、うん、さあ、もう一緒でしょ、はい、一緒ですね、一緒ですね、一緒ですね、今シーズンも、来シーズンも安定の 4-0 よ、最終節、はい、あ、ほんとやね、うん、いやもうこれもうこうなんの今シーズン見たかったけどね、本当にね、ちょっと言い続けてたんですけど、ね、これ来シーズンあんのかな、この配信番組ね、あの会社も書いてありますか、来シーズン書いてるけど、分からない、分からない、だからずっとこれ持っといたらいいんじゃないですか、はい、あ、そうです、まあね、外省にさあ、辻尾さんどうですか。僕はあの前回同様戦えと、戦えこれで勝ったので、あ、そうですね、ジンクスかも、はい、うん、そうやね、頑張です。僕もね、今回はもう得点はもうやめました。はい、やめました、はい、得点は。僕は
校です。あ、だからまあいろいろなことでこの結果がね、はい、あると思いますから、はい、まあ、一番いいのは勝ちで残留、これベスト、はい、ね、あとはいろいろなものがね、あの交わると思うんですけれども、うん、何が何でも来シーズンも J2 で戦っていただきたいという気持ちから、はい、残留、はいはい、さあ天の声さんどうですか、皆さん来てますか。皆さんはですね、うん、まあ、1-0 で勝つとか、うん、3-2 勝利とか、うん、はい、はい、まあ、必ず勝ちます 2-1 でとか、うん、はい、たくさんあのスコア予想をいただいてますね、はい、そうですね、もう勝利ということで、うん、それを信じましょう、はい、皆さんのどれかが当たればいいんですよ、はい、ね、あれ、あれ、なんだこれ、なんだすごい、ちょっと天の声、天の声さんの、かわいい、すごい、あの最後の最後でですね、はい、あのこういったものを作っていただけたようでして、はい、ありがとうございます、はい、あのなんかちょっとすごい真面目にスコア予想しちゃってもあのあれなんですけど、あの1-0かなって思ってます。一人だけ名前ですねこれね、いや、なんでですかね、本当に、はい、あの 1-0 で絶対勝利ということで期待してます、はい、でその1点を誰が取るかなっていうところで、うん、まあ、例えば今回みたいな瀬沼選手とか佐久田選手が出て取るとか、いろいろあると思うんですけど、あのいただいたチャットの中で、はあ、なるほどと思ったのが、あのお一人いらっしゃいまして、まあ、最後の最後の試合でですね、あのパチガラスさんのコメントだったんですけど、うん、最後は白山市の後輩大谷選手からの石仏壇をぜひということで、なるほど、なるほどと思いまして、大学の後輩、はいはい、そしてそういうことか、地元の後輩、はい、それはまた劇的だなと、ね、ドラマがありますね、はい、ご紹介してみましょうね、とりあえず一つだけ言ってんだけどね、はい、ねこの人ですよ、モル人モル人、モル人モル人はこの人、はい、これどこから素材引っ張ってきたんですかねこれこの人モル人ですから、はい、はい、さあハイダーサックさんはこれ何をマイクで何を叫んでるんですか、ね、これあれです、きっとアイドル部だった時の頃の、はい、あ、そうだと思います、はい、なるほどね、真ん中グッズ担当の女、まだ毛が長い時ですねこれね、毛が長い時です ね新卒採用の女、はい、ああみかん美味しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、愛媛のみかんを食べさせていただきました、はい、で部長はこれ誰を見てるんでしょうね、はい、これもハイダーさん見てますよね、これはハイダーさん厳しい目で見てますねありがとうございます、まあ、こういう、ね、シーズン通して、ね、はい、作っていただきまして、あ、ね、あの橋本成文堂さんの千田さんです、あ、千田さんありがとうございます、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです、ね、さあということでね、皆さん、はい、来シーズンもやっぱりここで戦ってちょっとずつ上がって、はい、新スタジアムができるぞという時にはこの上位でこの J1 が手届いてるか、理想の形ですよね、はい、その部分ね、はい、そのためにもここで落とすわけにはいかないということで、はい、京都に勝って、はい、断言しましょう、はい、ね、はい、なんか思い残すことはありませんか、もうこれ来週したらもう結果出てますよ、そうですね、ね、ということでちょっと残留条件みたいなのもちょっと見ときます、そうですね、うん、はい、まず、金沢が勝てば残留です、はい、で大宮がもし負けたら、これも、もう残留です、はい、で相模原が引き分けか負けたら残留です、はい、で J3 の結果、はい、岩手が負ければ残留です、はい、J3 の熊本が引き分けか負けで残留です、はい、これ全部どれか当てはまればいいわけですね、そうなんですよ、どれか複合じゃないですか、ね、うん、もうどれか一つでもこれに当てはまれば残留です、はい、これってじゃあ確率高いっすね、相当高いと思います、うんうん、ねえ、でもやっぱりあかんかんかん、こんなこと言うたらあかんかん、自力で自力で、自力で、自力で、はい、こんなこと言うて今までなんか僕ら暗いことばっかになってきたから、はい、自力で、あ、びっくりした、はい、一番最初のやつでいきましょうね、はい、さあもちろん注目カードは京都対金沢ですよね、はい、こちら、そして大宮対群馬、これもちょっと、ね、気になりますね、残留争いしますからね、うん、だって群馬も、うん、はい、まだありますからね、条件的にはまだ19になる可能性ありますよ、はい、はい、あ、そうか、そうですよね、そしてモンテリオ対ギラガン北九州、うん、北九州も絶対勝たなくてならない試合ですよね、うん、これはね、そうですね、厳しいですよね、状況は、ね、はい、そしてあ、ベルディ対相模原か、うん、この今のベルディの破壊力すごいですもんね、はい、そうですね、ね、攻撃力、注目の対決ばっかりですね、うん、そしてロアッソ熊本対 FC、うん、岐阜、はい、うん、ここもね、そうですね、岐阜も強敵ですからね、はい、うん、そして沼津対岩手、これも沼津の方のホームになっちゃうわけですから、
岩手もこれ必死ですよね。はい、カードも注目ですね、本当に。カードも注目や、これはちょっと本当に見逃せないですね。はい、はい、ツェーゲンの試合を皆さんどこで見るのか、片町キララで見る方もおられると思いますし、自宅で見る方もおられますしね、片町キララでパブリックビューイング12月5日参加戦ありますんで、お時間になる方暖かい格好で来てくださいね。さあ、そしてまた動きありましたか、天の声さん。はい、最後の最後にまたまた動きがありました。亮太黒瀬さんからスーパーチャットをいただきました。ありがとうございます。絶対に自力で決めるんやで、他の試合の結果なんか見んからね、かっこ嘘ということで、はい、他の試合の結果も気にしつつ、勝って残留を決めようということで、皆さんあの力強いコメントたくさんいただいております。もう勝つしかねえだろうとかね、ね、皆さん応援の方一つよろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今日は8時になっちゃいましたね。1時間ですね、1時間になっちゃいましたね。本当ですね。あの皆さんも今からもいっぱい飲んでる方もいるかも分かりませんし、はい、ご飯食べたいなと思ってるかも、ね、たくさんおるかも分かりませんから、あと1時間やりましょうか。もうなかったかったかということでね、来週皆さん笑顔でこの時間お会いしましょう、今日はここまでです。さよなら、さよなら。